こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ゴニトイズビーストボックスよりディオ寅年バージョンプレミアムセットです。それでは見ていきましょう。ということで、こちらの商品はワンダーフェスティバル2023冬のマイルストンさんのブースの企業ブースですね、はい、で限定発売されたものになっております。いや本当にね、こういう限定商品日本で発売しないんで、そういうイベントでね発売してくれるっていうのはマジでありがたいですね。でもう箱がね大きすぎるという、いつものゴニトイズの箱このくらいですね、はい、もう2倍以上の大きさになっております。で箱はこう虎っていう感じと、あとちょっとこの虎のね目と鼻と口みたいなかっこいいマークが書かれてあります。で裏こんな感じになってますね。めちゃくちゃ高級感のあるデザインですね。でこれにこの6周年のこのメダル、これあれですね、前レビューした紫色のメガディオのやつですね、はい、これも持ってますね。2個目です、はい、まあ、であれですね、ゴニトイズって、毎回というか、結構その季節ごとのイベントの商品も出していて、例えばサンタクロースとか、あと今年だったらウサギ年なんでウサギディオとか、これですね、はい、とか出してて、でそれの去年のエトバージョンっていう感じですね、このトラ。なんかこういう季節系のやつもね結構嬉しいですよね。ということで早速開けていきましょう。これどうやって開けるんだ、おマグネットです、はい。ということで中身じゃーん、おぉトラディオはここのスペースでした、はい。でそれにもめちゃくちゃでっかいこの設定資料ですね、はい、あでこれスポンジになってる、高級感あるね。でこれがあれだ、説明書が、あ今ちょっと落ちちゃいましたけど入ってますね。あめちゃくちゃかっこいいこれ、はい、っていう説明書とディオのカードですねがこのケースに入っていたと。うわちょっとこれ楽しみですね、はい。今ちょっとざっくりね見終わったんですけれども、こういう本形をYouTube でこうパラパラ見せちゃうといろいろと問題あると思うんで、ざっくり内容を簡単に説明すると、このビーストボックスのこうデザイン画とか、あと3D モデルの画像とか、あと写真撮った時の写真とか潜在写真みたいなやつとか、あと対馬直人先生のイラストとか、あと、まあ、このキャラこんなにカラーリングあったんだみたいな、そういうねいろいろカラーリングが載ってたりだとか、まあ本当にいろいろ、あとあれだ、中国で確か開催された改造コンテストみたいなゴニトイズの商品のとかも載ってましたね。これはめちゃくちゃ見応えがありますね。あと商品のなんかモックアップ、 3D プリントしたものとかも本当にもうすごいですね、この情報量、はい。ということで、まあ、早速ねこちらトラディオね取り出していきましょう。中身を取り出すと、トラディオ本体とトラの頭につけるパーツと、カードとカタログと説明書とトラディオ専用の説明書が入っております。で、まずカードちょっと見ていきましょう。こんな感じですね、はい、さっきも見ましたけど、はい、めちゃかっこいいです。で説明書がこんな感じになってまして、まあ、これは普通のディオと、ね、同じタイプの説明書になっております。反対側、はい、ボックスからビーストモード、はい、でボックスチャージャーですねの、はい、しまい方で、こっちが、はい、この付属品のこのトラにする時の頭の合体パーツですねの、はい、説明が書かれてます、はい。ということで早速見ていきましょう。トラディオの、ね、まずボックスモードの見た目こんな感じになっております、はい。あで今回ちょっとこちらのね、はい、普通のディオとも比べていきたいと思います。でこれちょっとまた別の話になるんですけどこのディオって普通のボックスチャージャーに入れるとき、ほらこうやって空間が開くんですよ。でこの空間を埋めるために、なんとこのウサギディオにこのなんかこういうね、パーツが入ってるんですけど、これにディオを入れてあげることで、なんとぴったりとね、はい、こうボックスチャージャーに収まるっていうこの
パーツが入ってたんですよ、うさぎリオに。なんですけど、なんとこのパーツがもう普通に発売されるらしいです、あのこの単体で、はい、っていう。このピンクじゃないですけど、この灰色グレーだったかなが発売されるみたいなので、それをね買えばこのちっちゃいリオもボックスチャージャーに入れられるっていうのめちゃくちゃ嬉しいですよね。じゃあちょっと変形する前にちょっとこれをね、はい、上に取り付けてみましょう。こうかな、はい、これで、はい、ボックスモードになります。なんかこの部分目みたいになってますよね、うん、でここが耳で、ここがなんか口みたいな、なんかこの被せる合体パーツ単体でもちょっと可愛らしいね顔になってるという。でこれがなんか体みたいに見えますよね、うん、っていうのもちょっと面白いなと思いました。で合体させるときは一旦これ外してあげて、はい、リオを普通に変形させていきましょう。まずは、はい、足を下に下ろしてあげてくるっとやって伸ばす。反対側も、はい、こうですね、足をくるっとやって伸ばす。で頭を前に引き出してあげて、口を開いて、で尻尾を、はい、このようにやって、でこれが外れましたので、この上の部分に背中ですね取り付けてあげて、あとはこの下から、はい、指を出してあげればはい、これでリオビーストモードになります。え、なんかこのゴールドのおかげで、見てください、普通のディオ感もありつつ、めちゃくちゃちょっと高級感がこうプラスされたようなね見た目になってて、これめちゃくちゃかっこいいですね、はい、普通のディオと比べるとこんな感じになっております。各所のこういう虎柄のこのプリントが増えたりだとか、あとこの背中のねこの乗ってるやつの色が変わったりだとか、はい、っていう感じになっております。めちゃくちゃこのね、合体パーツなしでもめちゃくちゃ可愛い。ではこの合体パーツを合体させていきましょう。こっち向きですね、この耳がある方を前にして、この後ろからこうやってカチャってつけるみたいなんですけど、はい、取り付けていきましょう。カチャッと、おあ、これでトラディオになります。え、なんか猫耳みたいな感じでめちゃくちゃ可愛いですね、はい、普通のディオと比べるとこんな感じになってます。うん、あ、やっぱここのなんか顎になんか近い部分のこの、ね、パーツとかがめちゃくちゃいい味出してますね、はい、もうだいぶ違う印象になりますねこれつけることによって。え、めちゃくちゃ可愛い、はい、あ、であともう一個、実は寅年記念で発売された商品があるんですけれども、こちらですね、覚えてますでしょうか。自分一回ねレビューしたことあるんですけれども、ゴールデンセイバーっていうねあのキャラなんですけれども、はい、開けていきましょう。この限定ボックスに入ってるんですけれども、はい、これもちょっと変形させてみましょう。せっかくのね同じ寅年記念なのでね、まあ、寅年は去年ですけど、はい、こうやって開いてあげて、はい、このクリアパーツめちゃくちゃ綺麗ですよね、はい、で、ここ頭を出して、はい、で引き伸ばして、で足をこのように、はい、前に持ってくると、これはスライドすると、はい、で反対側も足をスライドさせて、こっちもスライドさせると、はい、これですね、はい、これでゴールデンセイバービーストモードになります。あ、これあれだ、横だ、はい、でこうですね、はい、こんな感じになっております。こっちのねこの限定ゴールデンセイバーもこのクリアパーツとこのやっぱゴールドの成型色っていうのがねめちゃくちゃかっこよかったんですけれども、このゴールドと大体同じですね色味としては、はい、なので、いや、このトラとトラこう並べるっていうのがね、うん、めちゃくちゃいいですね、はい、でこのディオがトラになんかトラのコスプレしてるみたいな、うん、これがまためちゃくちゃ可愛いですね、はい、でこのボックスチャージャーにこのトラディを入れてもいいですしね、うん、まあ、っていう、はい、この限定アイテムならではの、ね、楽しみ方とかもありますね。いや、これはねめちゃくちゃ、これもう本当今このウサギも出てるんで、はい、これですね、はい、ウサギディオ
もうこれもね頭に耳つけて、あとこれも後ろのやつが人参みたいな色になってるっていう可愛いねやつなんですけど、ちょっとずっとやり続けてほしいですね。まあ全部やりきるのに12年かかるんですけれども、牛なかったかな、虎からなんですかね、虎、ウサギ、次タツ、うわ竜、ちょっとこれ絶対かっこいいのと、あと今あのいますからね、チャイニーズドラゴンっていうやつが、なのでそれも またなんかちょっと新しくなったりするんですかね、わかんないですけど、ちょっと来年もねまたもう気が早いですが楽しみになっております。ということで、はい、ちょっとね最後にじゃあちょっとまたこれボックスモードにせっかくなんで戻しますか。はい、これまず取り外して、これ結構あの取り外すときこれ取れちゃいますね、はい、で、この耳パーツを、後ろにスライドしてあげて、はい、外しまして、で腕をしまう、で頭も、はい、あこのね、はい、可動いいですね、でこのようにして足をくるっと回転させて縮めてここに固定すると、反対側も回転縮める固定と、はい、で横にくっつけてあげて、で、はい、ここですね、ここの足じゃない尻尾の裏の穴に取り付けて、そのまま、はい、ここにしまい込んであげると、はい、で最後このパーツですね、耳だったパーツのこの突起を上に上げて、で最後ここにこうやって取り付けてあげれば、はい、これでトラディオのボックスモードになります。いやこの状態もめちゃくちゃ可愛い、ほら、いやこうやって並べておきたくなりますね、はい、まあという感じで、はい、今回のね、はい、エトの限定トラディオいかがだったでしょうか。いや本当にこれは冷たくなりますね。なんかこうゴニトイズのこのビーストボックス商品って本当コレクションしたくなるものがもうめちゃくちゃあるんですよね。カラーリング違いだとか、ね、どんどん面白い、あの、ね、新しいビーストボックスも発売されるし、それに合わせてまた違うカラーで、全然印象が違う、ね、ビーストボックス出してきたりするんで、もう今後も楽しみにしていきたいと思います。ということで今回の動画がいいなと思った方、ぜひチャンネル登録や高評価、Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルッケルでした。